当社の強みは大きく3つあります。第一の強みは旧3社のから持ってきました強い技術力です。業界最大の LTPS キャパシティです。 LTPS は技術難易度が高く、参入障壁が高く、台湾や中国のメーカーは容易に入れてきていません。顧客と競合にならないため、顧客に安心感と公平感を与え、結果として当社の幅広い顧客基盤につながっています。私どもが協力しようとしています LTPS の技術というのは、非常に先ほど申しましたように参入障壁が高い、技術的に非常に難しいというのが事実でございます。この上場終わった後のやはり次の3年のその経営目標を何を立てるのかというのは非常に重要な問題だというふうに思っておりまして、明確なことを示しておりませんけれども、私が経営者としてその夢に見ている姿というのは、一つはやはり日本の企業が 10% 以上の営業利益率を出せる会社になりたい。でもまず第一段階 10% 以上の その営業利益率を出せる会社にこうなりたいね。